演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらローソンのまたいろいろ新食感スイーツを歌った商品がいろいろ出てましたので、そちらを買ってまいりました。で、あとこの前食べられなかった町のパンのミルクバターフランスパンも買ってきました。あんバターより長いですねこれ。で、なんか月山州とかあんバタカスタドル、これはちょっと新食感とは違うんですけど、あとバスチーの進化系のマウントプリンバスチー、そしてドロエヌえなんだバリトロブリュレとふわしゅわスフレ、いろいろありますね。これらを食べていきたいと思います。ではまずこちらの町のパン、前回食べられなかった町のパンから食べていきましょう。んー、なんかまた、おっと、なんかあんバタよりか、あんことミルクだったっけ、それより硬い気がしますね。ちょっとちぎるのも大変です。ではいただきます。うわ、硬い、食べ応えあるな。これミルクバターも芳香ですごく香りいいですね。あんバターよりミルクの方が合う、いや違うか。はい、次はこちらクキクキクッキーシューを食べてみたいと思います。さんとかでクキクキクキと読むんですね。あ、その名前通りなんか結構硬いですね。シュークリームの食感は柔らかいイメージなんですけど、クッキーシューだっていうだけではここまで硬くはないと思います。これは美味しそうですね。でもなんかバリバリいきそうなんで、もうこのままいっちゃいますね。いただきます。クッキー生地はすごいし、中のミルククリームもさっぱりしてるんだけど、もう一押し欲しいな。あとクリームはカスタードの方がいいかもしれない。はい、次はこちら、ふわしゅわスプレーです。2種類のチーズですね。おっと、ちょっとこれ、形すごいな。シュワーっていくみたいな感じになってますね。では、ちょっと、チーズケーキでこれで食べるもんじゃないと思いますけど、もういいですよね、こんな。断面はこんな感じです。きめ細かいな表面ですね。では、いただきます。ファミリーマートのスフレプリンを思い出す味ですね。で、ライバルと比較してどうするよ、自分。なんか失礼だろう、そういうの。最初に食べたミルクバターのフランスパンは結構固めの生地で、まあ、あんバターの時もそうだったんですけど、噛んだ瞬間にパン生地の食感とミルクとバターの風味が口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。ただのフランスパンだったらあそこまではいけないですよね、と思いましたね。ただ、ちょっとミルクとバターも どちらも乳製品なので、違う何か入ってもよかったかなと思いましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。そして次に食べたクキサンシュー、これもクッキー生地の食感は非常に良かったんですが、中のクリームがちょっと淡白なミルククリームで、もうちょっと変化があってもよかったかなと思いましたね。ミルクじゃなくてカスタードからまた違ったかもしれませんね。カスタードの方がこの生地に合うのかなって知らないと自分は思いました。なのでちょっとさっぱりしてるんですけど、クッキーの食感は良かったものの、それ以外にちょっと物足りないかなと思う部分があるので、これもこちらの点数とさせていただきます。そして次に食べたこのふわふわしじゃなくてふわしゅわスフレにつきましては、このファミリーマートのスフレプリン あの上の方にあるスフレを思い出すような味でしたね。シュワッと口の中に出したら本当に口溶けよくとろけていくような、そんな感じでした。ただもうチーズ2種類って変わりました。そんなにチーズの味はしませんでしたね。なので食感を楽しむスフレチーズケーキと言えるでしょう。なのでチーズを感じた方には物足りないかもしれませんが、ファミオのスフレプリンが好きな方にはこちらもおすすめできます。なんか競合他社と比較して、しかもそれを引き合いに出してって、なんか申し訳ない気もしますが、というわけでこれはこちらの点数とさせていただきます。では残る3つも食べていきましょう。まずはこちらのあんバタカスタードロール、これは美味しい食感ではなくて、ちょっと前から出てた八天堂の八天堂とのコラボ商品のやつですね。これも気になってはいたんですけど、なかなか食べる機会がなかったので、なんか日の丸とは違うが、でも美味しそうですね。あんこがいい感じに乗ってます。ではいただきます。クリーム美味しいけど、もう
ちょっとあんこも感じたかったな。でも天童さんはクリームパンが美味しいお店の中でクリームが美味しいのはいいかと当然か。バリトロブリュレ、なんかもう開けた瞬間にカラメルの香ばしい香りがしてきましたね。これはすごそうだ。ではいただきます。うわ、このキャラメルの食感すごっ。こういうのプリン食べたことないよ。だからすんごく新鮮。最後はこちら、マウントプリンバスチ。去年から大ヒットしているバスクチーズケーキの上にプリンが乗っている。まあそれだけじゃそれだけなんですけど、それより何か変わるのかなっていう気もしますね。でもこれ紙取りづらくないですか。ではいただきます。バスチーム上にプリンが乗ってさらにパワーアップしたんでしょうけど、食べづらさは否めません。これパワーアップすればいいというものではないですね。最初に食べたあんバタカスタードロールはカスタードクリームはとっても濃厚で、さすがやってん堂さんなのですが、ちょっとあんこが控えめすぎたかなっていう気がしますね。せっかくあんこがいるのにいつの間にいなくなっちゃったのっていうような部分があったのがちょっと残念でしたね。もうちょっとあんこの量が多かった方が良かった気がします。というわけでこちらはこちらの点数とさせていただきます。もう目立つかなっていう感じと思われてるでしょうね、きっと。そして次に食べたこのバリトリオブリュレ、これは開けた瞬間にカラメルの香ばしい香りが本当に香ってきて、まずそこで楽しめましたね。その上で食べてみるとちょっとカラメルの香ばしさが本当にバリッとしていて、クッキーのような食感がありました。なので普通のプリンとはまた違いましたね。ただのプリンじゃない、食感も楽しめるプリンで今回の中では一番のお気に入りです。というわけでこれはこちらの点数とさせていただきます。で今一番のお気に入りで言っちゃったんですけど、最後のこのマウントプリンバスチー、これは相変わらずバスクチーズケーキの濃厚な美味しさは良かったのですが、上にプリンが乗っていて、そっちのプリンも濃厚で美味しくはあったんです。ただいかんせん食べづらさ、紙の取りづらさが否めなかったですね。あれプリンが乗ってることによって取りづらくなってるのはどうにもちょっといかんともしがたい部分があるかなというわけで、これはこちらの点数とさせていただきます。乗せればいいってもんじゃない、難しいですね。それでローソンの新食感スイーツいろいろ食べてみました。どれも美味しかったですね。 No でも美味しくても食べづらくてはという部分もちょっとありましたね。そういった部分今後の改善点として生かしていければと思います。まあローソンの方がこれを見てるのかどうかっていう問題がまずあるのですけどね。カゲロウに薬はあるのか幻覚、いやそれまずいか、いろんな意味で。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。